はい、どうも、アブサンツです。今日はね、ついに、これ何回も言ってるかもしれないんですけど、ついに、僕の14本目の、これね、ウェッジでも言ったかもしれないですね。ついにね、クラブセッティング、完成しました。6番ユーティリティをね、買いました、ついに。まあ、5番アイアンは一応入れてたんですけども、本当もうラウンドでもまあ使わないし、いや、使わないですね。なので、6番ユーティリティ、をね、ちょっと、まあ、前からね、ちょっと、気になっていたというか、5U の下が欲しいなと思ってたんですけども、まあ 6U、そんな距離変わんないとかとも思いつつも、でね、ついに買いました。ゴルフパートナーさんで、東川口、欅通り店でしょうか。でね、ちょっと取り寄せてもらって、1万6000円ぐらいしましたね。結構するんですよね。2017年なんで、モデルなんで、もう結構前ですよね。4、5年前なんですけど、まだそんな高いと。ね、アウトレットでね、売ってる方が安いんじゃないかっていうね、説もあるんですけども、多分ね、今 M6 とかがね、アウトレットで多分1万5000円ぐらいで売ってると思うんですけども。ただね、このスチールシャフト、5U と同じシャフトが良かったんですけども、これってのが意外となくて、まあ、ね、ちょっと取り寄せてもらって、まあ、状態もそんなに良くないですけどね、まあ、泣く泣く1万6000円で買いました。でね、まあ、距離的には、まあ、170ぐらい飛んでくれれば、175ぐらい飛んでくれればいいかなと、っていう思いで買いましたね。まあ、今の 5U が190ぐらい、185から190なんで、まあ、その下ですね。だから6番アイアンがまあ165とかなんで、まあ、そのちょうど間のクラブですね。意外と残る距離だったんで、今まではね、6番アイアンを、まあ手前でもいいと思って打ったり、5U でちょっと軽く打ったり、っていうことやってたんですけども、これでね、その間の距離が30ヤードぐらい空いてましたからね。まあそこをね、無理やり5番とかで行ったりもしましたけども、まあ一度もうまく当たったことはないんで、でね、打った感触っていうかね、一番知りたかったのは、やっぱ結構昔のクラブなんで、まあ、壊れてるっていうとあれですけど、なんか、いや、前に経験あるんですよね。ちょっと友人が、ね、2代目の M2 って結構名機じゃないですか、ドライバーですよ。で、いや、これいいから、2代目の M2 にした方がいいよって勧めて、で、打たしてもらったら、もう全然もう打感も違うし、飛ばないし、偽物なのか、なんか、ちょっとどっかが壊れてるのかっていうのを、結構あるんですよね。結構あるわけじゃないですけど、それをすごい心配してたんですけど、打った感じは全然違和感なかったんで、もう、僕はもう、いいかもしれないなと思ってます。ちょっと高いですけどね。状態全然良くないし、4、5年前のクラブなんで、まあでもね、まあ、たくさんある、クラブではないんで、アウトレットとかだとね、ユーティリティのスチールシャフトってほぼないんですよ。アウトレット行くとき必ずね、見てくるんですけども。っていうかもう先週もうアウトレット行きましたからね、自分で。先週までもう今週か。いつもね、ゴルフ帰り行くんですけど、もうゴルフなしで行ってきましたよ。でも結局なかったんで、もう、買いました。やっぱりね、こっちが今までの 5U か、
っちの方がやっぱ打ちやすさはやっぱ慣れてるせいかあるのかなと。で、やっぱ球の高さがやっぱ全然違いますよね。まあ、五遊の、まあ五遊もまあ高いですけど、まあ、ややちょっと強い球が出るかなと。五遊もね、下手するとね、200近く飛んじゃうこともあるんで。で、今こっち6遊、新しく買った6遊ですね。なんかまず短いなっていう感覚を覚えましたね。明らかに球の高さ違いますよね。あれでまあ170、もう170飛んでくれればいいですね。もう多分力感もう絶対強く振らないんで、この力感で振ると多分170。あとね、すごいですよ、今日。台風、今日ですからね、これ。さっき、台風来てるんで。で、隣の川口グリーンはクローズ。で、ここもやっててよかったですよ。やっててよかったというか、今ね、ちょっとわかりますかね、これ右の方が若干暗いのが。これ右打席全部クローズですからね。さあ、いやもう、なんか、ね、実はね、昨日の動画でも打ってるんですけど、まあ改めて今日打って、いや本当もうこれで決まりましたね、14本。もう僕はもうこれでいきます。ね、対決ラウンドもね、控えてるんでね、もうこれでしっかり2打目距離が残っても、まあね、ショートルでも多分使うことも